はい、どうも、おめでとうございます。トラレのパルマーチ、今日続き帰っていきたいと思います。えーと、古文のメッセージのやり取りした後だよね。じゃあ、そこから続きをやっていこうかな。ああ、これで本当に完結したと思える最後だった。一冊でそう思わせるってすごいな。端末の作者の後書きが意味深だったんだよな。なんて書いてたの、えー、どんな内容だったの私も気になるな。私も気になるな。マウント。よし、じゃあ、いい加減。 あまだ監修、また監修しゅつめでえ俺なんか作ってもらったんだっけまだ作ってないよねボルシチボルシチ作ってもらおうあらいらっしゃいえー、ボルシチ作ってまた来てちょうだいねでボルシチを届けに監視しゅつめしに行くんだけどあメールが来てるえー、おおしるだ <laughs> 早速行きますかこの作品出会えてよかった。本当にありがとう。あ、なんで帰いたのそうだ。ああ、これで話してくれるのかな新たなスチールがギャラリーに追加されましたあ。なんだよ。いや、そういうのじゃないんよ。もっと千秋が古文のコスプレしてるスチールとかくれよ。わ <laughs> かってないな、カプコン。今日は千秋との面会の日だ。 こんにちはこんにちは千秋古文の最終巻差し入れありがとう手に入れるの大変だっただろうだから直接お礼を言おうと思ってそういえば後書きが意味深だったって言ってたよねああ作者が友人に言われた言葉を思い出して書いたものらしいその言葉が最終巻を書くきっかけになったとかへえ<ー>確かすごく辛い時に僕を救ったのは 優しさでも知ったでもなく自分のことしか考えていないような友人の言葉でした何が人を救うかは分からないんだとその時思いましたそう書いていたかな言わんとすることは分からんでもないような友人って須田さんのことみたいだなあ、そうなんやその作者を救った友人の言葉っていうのは前に送ってくれた画像に載っていた言葉のことだろうな何の内容もなかったけどねあの手紙は確かに 自分のことしか考えていなないような文面だったしあの人本当に自分のことしか考えてないよ <laughs> 本当になんかもう準準 B 準 B だよあの人作家を辞める前に私のために続きを書いてよこせって感じの内容だったよな <laughs> ちょっと持ったやろそれでなななぜ書く気になったかはかはわらないけど、えー、続きを読みたいっていう気持ちが伝わったのかな 逆に肩の力が抜けたのかなうーん。ああ、商業誌で書くことだけは選択肢じゃない。まあ、それはそうかもね。今、商業誌で書かなくても生きていける人生きていけるもんね。もっと自由に書けることを遠回しに伝えたってことか。普通に言われたら受け止められないかもしれないしな。二人は悪態をついても気持ちが通じ合う友達なんだろうな。千秋はそういう友達はいる俺には、いなかったな。 君はえっと私にもいなかったよ俺と一緒だな小さい頃は一緒に遊ぶ友達がいたけどそんなに悩むこともなく遊んでいただけだったから大きくなってからは同じ年頃の友達と遊ぶこともなかったし友達の必要性もわからなくなっていた同い年の友達なんて数人にしかいないもんねそういう存在がいれば。 俺も少しは違っていたのかもな。年上とかは何人かいるけど。見栄を張ることも余計なんかね、俺正直本音なんか別に言わなくていいと思うよな。建前で何が悪いって思うようになってきたな。この年になってくると。私にとって千秋はそういう相手だと思ってるよ。そういう相手を見つけるのってなかなか難しいよね。だって本音なんて言っちゃったらもう、ねえ。 人間関係の本来の役割を果たさない気がするんよな相手のことを思いやってこそみたいなとこあるやん人間関係ってごめんちょっとめんどくさい話になるからやめとこわそういう相手を見つけるのってなかなか難しいよねそうだな俺にとって君はそういう相手になり得るんじゃないかってそう思っていたこともなんか相手のことを思い思って接せるかどうかの方が大事な気がするな千秋でも無理だった 俺にとって君は、いい友達にはなり得ない。あ、なんだ <laughs> 君にとって俺は、いい友達。俺は、君とは友達じゃなくて、もっと。なんか俺、古文についてもうちょっと掘り下げて欲しかったんやけど。君も、俺と同じ気持ちだって思っても。いいのか俺は、君の気持ちが知りたい。

ブイブイ君とは友達よりももっと特別な関係がいい <laughs> 俺の言いたいことわかるここで須田さんがドーンって入ってきてほしいなはい面会終了のお時間ですもっとそばにいたいってことは千秋ほら来たマツケな面会終了のお時間め命かよ <laughs> そこは空気読め須田の出番やろ早いな 私は収容者と相談員も十分特別な関係だと思います <laughs> 変な口挟むな何かいえ何でもありません速やかにご退しつくださいろくな監守がいねえよいいぞ持ってやれじ,、まね、ああれじゃあ千秋またねあそれじゃまたうーんとこれでまた監視詰め所に行って で忙しいな菅さん、ボルシ持ってきましたよ。待っていましたよ。ああ、今回もまた美味しそうですね。少し味見をさせてください。一割美味しい料理を食べると自然と口元がほころむものなのですね。<laughs> 口の中でほろほろと溶けていく牛肉、野菜の甘さと程よい酸味。今回もいい出来です。残りは後ほどゆっくりと楽しませていただきます。田さん、とてもうれしそう。 さて口元がほころんだついでに口の滑りも良くなったようです今日は彼の学校事情について施設にいた幼少期彼は学校には通えなかったそうですけれど洋服に引き取られてからは一転し家庭教師のもとで勉強できるようになったとのことその頃にに世界各国の気候や文化に興味を持ちそれを比較するために統計学を学んでいたそうですよ ちあきは勉強語ったんだな。メモしてよ。こう毎回思うけど、ろくな情報じゃないけど、なんでそんな情報知ってんの <laughs> やっぱネタやろ。ピロートークで知ったやろ、これ。詳しすぎるんだよ。<laughs> 深すぎて興味ねえよ。えー、っと、特に差し入れれるものはないので、これでやっと、いやまだか。<laughs> まだだな。 まだあるんだなイベントな忙しいぜ最近彼の部屋にも物が増えてきましたね以前はとても殺風景でしたがいやもう今普通に相当快適な部屋になってるからね彼自身も少し変わってきたような気がしますあれ帰る本土帰る時すごい大荷物で帰らなきゃダメだよそうなんですかそうそう私にも珍しく頼み事をしてきましてね今まではそういうこともあまりなかったので驚きました頼み事おや 気になりますか気になりますか。実はあなるほどね。ここちょっと飛ばすね。聞き直すときに一から聞こう。おしっかりしてて、ちょっあの硬そうな鉱石をどうやって加工したああ、普通に知りたいな、それ。では、巻き戻したところから始めます。お願いします。 欲しいものがある場合は、どうすれば手に入る欲しいものそれは何でしょうか食事や生活必需品は支給しているはずですが。それ以外のものでだ。例えば、本土から取り寄せてもらったり。相談員に頼んでみたらどうです彼女から差し入れてもらったものでは、うまく削れなかった。削る穏やかではないですね。 何を削りたいいいんでですかか穏やかではなななことないけどなそこにある鉱石をあああなたの机に飾ってあるそれ以上はあんたに関係ないだろう関係なくはないでしょう鉱石をカットできる器具なんて渡して脱走でもされたら困りますからね大した理由もなくそんな頼みは聞けません <laughs> そうだな 悪かった忘れてくれですがどんな物事にも抜け道というのはつきものですえ工具を渡すことはできませんがあなたからその功績を預かって加工して返すことはできます優しいやん優しいやんすだかといってただでそれをして差し上げる義理もないのですがあなたも私に借りは作りたくないでしょうし ここは取引と行きましょう。ボルシチかボルシチ作らされるぞ、千秋。取引俺から渡せるものなんて、ここには何もないけど。そうですね。功績を一つ、あなたの注文通りにカットする代わりに、報酬として、他の功績をいただくというのはいかがですそ,それは。不満ですか 彼女からもらったものを手放すわけには。あれ結構な資産価値あると思うからね <laughs>。わがままですね。どうせ彼女に渡すアクセサリーでも作るつもりでしょう。わがままですね。の言い方よかったな。な、なんでそれを。赤面しながら理由を隠されれば、誰でも想像がつきますよ。<laughs> 察しが良すぎるだろ。いや、誰でもわかるやろ <laughs>。なんとか。 それ以外の方法で取引してもらえないか <laughs> と言われても、この部屋に他に金銭的価値のあるものは、<laughs> あ。金銭的価値、求めとるやないか。すべての功績を三分の二ずついただくというのはどうですか三分の一はあなたにお返しします。三分の二って結構やで。わ <laughs> かった。それで頼むよ。納得せん方がいいって、あ、絶対。 高いかからね取引成立結構くなるよでもお金は結構持っとんかこいついいなもうこのイベントが一番好きかもしんないこんな流れで話がまとまりましたまとまってねえよ <laughs> まとめれてないんよ無理やりなんかもう詰め込んだだけなんよな こういう取引を収容者と監視がして大丈夫なのかな完全に規則違反ですが、ですよね。<laughs> あなたならわざわざそれを口外するようなことはしませんよね。まあメリットがないからな。いやでもこれ、これ知ったら相当腹立ってると思うよ。スタンプ OK が使用可能になりました。触れてはいけない花、秘密の取引。まだあるな。これは何 ああ、古文の差し入れは喜んでもらいましたかあれは知る人ぞ知る名作です。そうなんですかええ。一般的には続編の古文の大冒険の方がよく知られていますが、あ続編あるんだ。それを差し入れに選んだあなたはセンスがいいですね。あ、なんか言ってたっけ <laughs> 彼も夢中になって読んでいますからね。そんなに彼が古文をどれくらい気に入っているか聞いてみますか聞きます、聞きます。2連発。 え、これ、一応聞くか。あ、なんだ、読書ですか。随分集中していたようですね。つまらなさそうに言うな。やめ時がわからなくて、つい読みふけってしまったな。夜も遅いですし、体に触りますので、続きは明日にしてください。ああ、まさかとは思いますが、しおり代わりにページの端を折ったりしないでくださいね。いや、ほんとそれする人センスないよ。 特にそれは手に入れるのが非常に難しい一冊ですから。そういえば、最終巻はあんたのものだったよな。ええ。どうしてそんな貴重なものを手放したんだああ、結局、あれなんか。こういうイベントはあんまりないから。あ、聞きます、聞きます。聞きます、聞きます。では。ちょ、ちょっと飛ばすね。 ごめんね。遅くなん、やめと、夜も遅い。ああ特にそれは、そういえば、えどうしてそんな貴重なものを手放したんだ。あんたのことだ。歌詞を作って何かに利用しようと考えているんじゃないのか。嫌われすぎでは。その本の作者は、私の友人なんです。私も彼の作品のファンでした。しかし、ファンの高い評価とは裏腹に、彼の意図に沿った真実の最終巻は、一般には販売されていません。 だからこそ、愛読してくれる人の手元にあった方がいいと思いまして。それで、ちょうど最終巻を探していた相談員に譲ったんです。あなたの手に渡ることも予想していました。実際、あなたは熱心に読んでくれている。作者もきっと喜んでいると思いますよ。悪かった。俺の邪推だったな。千秋よく謝れました。 あんたがそんな純粋な気持ちで渡したとは思っていなかった理解していただけたようで嬉しいですよまあでもこいつの言い方に問題があるからな古文の大冒険もいい作品ですしかし古文は違います一見ありふれたエンターテインメントの中にも叙情性を見いだすことができるそういう感性の持ち主に愛される作品なんですよ今度作者に会ったら伝えておきます この島にも古文のファンがいたと。あ、ああしかし、ようやく揃いました。やっぱりコミックスは全巻揃ってないと。<laughs> こいつなんか最終的にみんなを裏切ってラスボスになりそうな雰囲気あるよな。そうだ。ずっと、はぬけにしか持っていなかったんで、読み返せなかったんですよね。それに、こういうのは集め出すと、 置き場所に困ってしまいますし。一冊ずつ借りていく気やな。これで、読みたい時に読めます。この部屋を、あんた専用の物置代わりにするつもりか。ま、善意だけの行為より、よっぽどあんたらしいよ。<laughs> あなたも最終巻が読めて、よかったでしょ <laughs> なんか嫌な大人のやりとりやな。 この島での生活は単調になりがちです。<laughs> 娯楽は大事ですよね。誰にとっても。結局、ス田さんも都合のいいようになったような。<laughs> こいつ、マジで影からコントロールしすぎあるいろんなことを。さては、めっちゃ暇やな。えー、<laughs> なんか、濃いようで薄い一日やったな。じゃあ、急速とろう。ボイスレコーダー聞いただけで終わっちゃったよ。うん、やっと本編に行けんのか、これは。メッセージ来てないけど。 あここで止まってんのかそうだな何か作ったの油粘土ね、何か作れたのかな OK ケー。<laughs> 新しく買ったスタンプすぐ使いたいマンよしどじうか行こうあれ文字くんがいないよーし火事のことを聞こうかと思ったんだけどまた呼び出されているのかな関節出明書に行って聞いてみよう あ、カリアさん、文字君が図書館にいないんですが、知りませんか彼なら今、須田勘した話をしております。本来ならば、このままお帰りいただくところですが、玉子メスさんは無関係というわけではありませんので、応接室にご案内いたします。あ、あいつなんか、ついにバレたか、悪事が。えこれ結構まずいことになってんじゃないのいや、普通にザマあなんですけど。おや玉子メスさん、ちょうどいいところに来ましたね。呼び出す手間が省けました。え 彼が島のネットワークを不正使用しハッキングを行っていた件について理由を聞いていたところです足ついてんじゃねえかよえっ玉川さんの方が理由をよくご存知ではないんですかえー、っといやもう全部文字のせいにしようえー、っと千秋さんの記憶に関わる必要なことだったんですまさかそれで全てが許されると思ってるんじゃないでしょうねえまあ こちらも相談員になるよう無理強いしたようなものですし、強くは言えませんが。だからといって、ネットワークの不正使用を見過ごすことはできません。そらそうだわな。だから責任取ってもらおう。彼の処分については、おいおい連絡いたします。お二人とも今日のところは書いていただいて結構です。いや、普通に本土に帰ってもらおう。でもう二度と連絡取り合わなくなれば、のじだよ。<ー>ついてこなくてもいいのに。ごめんなさい。 別にあんたが謝ることじゃないやりたくてやったことだから助けたいと思ったんだあんたのことえーっとまさかハッキングしたことがバレるなんて思わなかったから文字くんの腕が悪いんだねそれについては僕も驚いてる抜かりはなかったはずなんだけど本当にごめんなさい謝るくらいなら最初から頼むなそれは本当そう <laughs> あんたが選んだんだ 知りたたかったんだろ誰かを傷つけることになってもあんたは知ることを選んだんだろそんなあんただから助けたいと思った手伝ったんだ僕が自分で考えて決めたことだだから謝るな文字くんいやまあいいやつなんだろうけどねいいやつなんだろうけど最近調子乗ってたからこれぐらいでちょうどいいです あ,あ花を作ってみたよ。結構うまくできたと思う。でも、この粘土はいつまでも柔らかいままだから、保存には向かないんだよな。えー、っと、乾きにくい素材なんだね。OK! ーー <laughs> 手に入れたスタンプ、すぐ使うまん。結局、火事の真相はわからなかったな。本当に千秋は黒岩さんを殺したのかな ああ河津さん河津さんこんにちはどうしたどうかしたのですか浮かない顔をしていますが、えー、千秋さんが昔の火事のことをずっと気にしていてもしかして黒岩さんが亡くなった火事の真相を知っていませんか聞いてみよう、うん、火事の真相もしかして彼から何かお聞きになったのでしょうかえ彼はまだ自分が黒岩氏を殺害したと思っているのでありませんか やはりそうですか。あ,あ違うのかカーチさんは何を知っているんですか場所を移しましょう。私が知っていることをお話しします。いや、私に話さずにさ。ここなら大丈夫でしょう。確かに。火災が起きる直前、千秋は黒い和紙を刺しましたやってんじゃねえか <laughs> 立派なことやっとるやないか。 その時は優ゴと言った方がいいでしょうねただその後の調査で黒岩氏の致命傷となったのは鈍器で強く頭を殴打されたことが原因だと分かりました頭蓋骨が骨折していたのですどんだけ反感かっとんねん <laughs> <laughs> 彼が刺した傷は浅く意識を失う類のものではありませんでしたから彼は黒岩氏を殺害していませんよ刺したことは事実なんだなじゃあ黒岩さんを殺害した犯人は 犯人については未だ分かっていませんこの犯人とかもわ分かんのかなおいおいおそらく火事を起こした犯人と同一人物ではないかと言われています火事の規模が大きく火事に便乗した窃盗も多数発生したため証拠品が残るような状況ではありませんでしたえっ、ー、とじゃあ千秋さんは自分がどうして自分が殺したのなぜかは分かりませんが 火事のショックで自分が黒岩氏を殺害したのだと思い込んでるんだと思います彼が黒岩氏を刺した瞬間に殺したという感情がすり込まれてしまったのかもしれませんまだ精神的に不安定な年齢でしたから、えー、事件を解決するために千秋さんの過去を調べたんですかどうしてそんなに千秋さんのことを知っているんですか彼のことをよく知っているのは私ではなく伊津大使です伊津大使ええ伊鈴大使は千秋 いやユーゴの実の父親の親友ですえそうなんやユーゴの両親は仕事の都合もあってシンガポールで暮らしていましたがある日車で移動中に不慮の事故に巻き込まれ二人とも亡くなりましたその時赤ん坊だったユーゴの遺体は見つからなかったものの同様に亡くなったものと考えられていましたまさか児童,児,児童養護施設に預けられていたとは思いもよらなかったと思います それから数年後大使がシンガポールの児童養護施設に視察で訪れた時ユーゴと出会いました最初は全く気づかなかったそうですただ、えー、親友と眼差しのよく似た少年がユーゴと呼ばれているのを聞いた時大使の中で引っかかるものがあったそうですそして施設に預けられた日付が親友の事故直後であることと彼の名前が身につけていたベビー服に刺しされていたものであること それらを知って大使の考えは確信に変わりましたなぜなら英名で名前を縫い付けられたそのベビー服は大使が出産祝いとして親友にプレゼントしたものだったからそうです大使はユーゴを引き取ることを考え自分にいるじ、えー、日本にいる自分の家族に対し説得を試みましたなんとか家族の了承を得てシンガポールに戻った時ユーゴはすでに黒岩氏の養子となっていました 黒岩氏の評判は大使の耳にも届いていましたが正規の手続きを経て養子になった優吾に対して大使は手を出せる立場にありませんでしたそれでもずっと影から見守っていたと聞いていますいい人じゃん伊ス大使火事があったと日本に住むように手配したのも伊ス大使ですからああそうなんやそこにつながるのかそうだったんですかええでも彼が諜報員になって日本から忽然と姿を消したため 消息については最近まで分からなかったそうです大使自身は親友の忘れがたみを守ろうと思いながらもいつも後手に回ってしまう自分にずっと罪悪感を抱いていました罪悪感まで抱いてくれてたの優しい人だな親友が我が子の名前に込めた思いを誰よりも知っていましたから名前に込めた思いええ優子の漢字はいえいこれは彼に直接お伝えします彼も実の両親の思いを知れば何かが変わるかもしれません 玉ゴメスさんは彼から聞いてくださいきっと話してくれるでしょうはい分かりました千秋は黒岩さんを殺したって勘違いしていることも伝えないとほう面白くなってきやがったないやまあ、ずっと面白いんやけどそういうつながり方してくんのかメロクロ思い違いしてると思うよえー、っとそうだなマウント取っとこう んすな。そういえば、狩矢監視が着任して、彼はどんな印象ですか何か秘密を抱えている感じが。<laughs> グーッと<ド笑>。よし、じゃあ、今回はこんなもんで終わっとこうかな。差し入れるもんとかも特にいないよね。うん、じゃあ、今回はこんなもんで終わりたいと思います。また次回、多分面会とかからやっていくんじゃないかな。ってな感じで、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 またね